ジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナー、トラファルガンの戦いより、英国は、各員がその義務を尽くすことを期待する、国際信号機は、会場において、船舶間での通信に利用される、世界共通の旗である。その使い方は、国際信号書によって定められており、国際信号機による信号を旗流信号と呼ぶ。ラックにある信号機をチェックするジョージ・ワシントンの乗組員。 この間では3組が用意されている。中世ヨーロッパでは、船舶間の通信に旗を用いることが行われて、きていた。18世紀には、イギリスのリチャード・ハウが主に数字を意味する複数の信号機を用い、その数字を符号として単語に置き換え、旗の形容を繰り返すことで、文章も含めた通信を行う方法を考案した。これはホーム・リックス・ポップ・ハムによって改良され、 トランファルガーの海戦でも通信に使用された。これらが発展し、1857年に国際信号書として国際信号機が定められた。旗流信号は一つの旗が一つのアルファベット、数字に対応している。さらに富士として一つの旗にある特定の意味を持たせており、例としてはダイビング支援船は A 気を掲げて、 自戦が現在潜水作業を実施している旨を他戦に知らせる。このほかヨットやディンギー競争においては特別なコードが用いられる。例として、P 機は準備せよ、S 機はコースの短縮を意味している。また、再氷船と非炎助船の通信においても特別なコードが用いられる。例として、再氷船による A 機は前進せよ、非炎助船による A 機は 本線は前進している。本線は氷管水路を進行しているを意味している。日本では勇気を津波を知らせる津波フラッグとしても使用している。取り出しやすいように通常は甲板上に専用のラックを設けている。NATO では別途専用のコードを用意している。本来ならば A、B、C と読むが B や D などの誤解を招くためこのコードが使われている。 なお、このコードは、航空無線にも利用されている。一時信号には、以下のように数字を伴って使用する、補足的な用法がある。ただし、発音のイントネーションは、通常の英単語でのものとは大きく異なる。信号機が一組しかない場合に重複する、信号機の代用として使用する旗。第、代表機は、第、番目と同じ信号機として解釈する。 NATO 加盟諸国が使用する海軍信号機、海上自衛隊信号機も同様、ありがとうございます。